丸です。今日はイリンガの町から首都ドドマに向かってね走っていきます。タンザニアの首都です。だいたい首都まで260キロぐらいあります。 およそ多分3日ぐらいねかかるんじゃないかなと思いますけども、なんとか走っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、水などを購入しました。これから300キロぐらいね大きな町がないところを走りますんで、おそらく野宿続くかと思います。頑張ります。昼2時過ぎた頃なんですけど、先ほど出発したばかりでね、だいぶ出発が遅くなってます。はい、午後3時です。首都ドドマとイリンガエアポートの分かれ道があるみたいですね。まだ明るいですね、3時なんで。かなりね、田舎道を走ってきてます。Google マップにも名前が載ってないような、ね、村や集落があります。石間にという村ですかね。到着しました。少年たちがサッカーやってますね。子供たちが集まってきたんでイエーイ、サンキュー緊張してますねThank you. Thank 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 you.暗くなると思うんです。はい、なんて読むんですかね、ニャンゴロですかね、これ。ちょっと日本語っぽいんで珍しくて撮ってみました。時刻は6時近いんですけども山になってきましたね。猿がいますね。見えますかね。すごい。今19時前ですね。もうちょっとで暗くなっちゃいますね。村の人は歩いてますね。イザジという村ですね。この辺でね寝たいと思うんですけど。Thank you so much. ライス用意していただきました。これがお金払ったのです。結構ね疲れてるんで、ね、お腹も減ってます。いっぱい食べたいと思います。みんなそうです。ご飯です。いただきます。うん、塩がかかってますね。うん、で豆ですね。豆のお湯で煮たものですかね。塩と一緒に煮たものですかね。いただきます。
うん、美味しいです、うん、このお米もね甘くて歯ごたえも良くてね、美味しいです、うん、食事後なんですけど、夜も走って、次の村まで行きたいと思います。ちょっとね、電波がねあんまり良くなくて、この村電波のいいところまで走りたいと思います。深夜走行です。ヘドランですね。野宿だと思ったんですけど、ゲストハウス発見しました。暗闇の中1時間ぐらいかな走ってます。泊まろうかな野宿だったんですけど、泊まりだったんですけど、ゲストハウスですね。建物見えました。あー疲れた。 Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Ciao. Ciao. Thank you.女の子たちに軍内と言われて帰ってまいりました。ゲストハウスですね。着きました。音楽もかかってますね。みんなダンスしたりしてます。夜ね踊ったりしてますね。あー着きました。見えるかな、顔見えないかもしれませんけど、とりあえずここに宿泊します。部屋どんな感じかちょっと気になりますけど、宿泊します。部屋取ってきます。はい、やっと宿に着きました。変でしたけどね。本当は野宿の予定だったんですけども、宿を見つけたんでね、途中の小さな村で、で宿に泊まることにしました。ここの宿はまあ清潔そうなんですけど、電気がついてないのが難点ですかね。扇風機もあります。で蚊帳もついてるんでね、まあそれなりにいいんじゃないかなと思います。トイレとね、シャワーが一緒くたになってますね。はい、今日はここで寝たいと思います。今日の走行距離は70から80キロぐらい走ってきたんですけど、2時頃からね出発したんでだいぶ遅くなってたんで、それでも結構走れたかなと思います。で明日なんですけども、首都ドドマまで1日で到着したいところなんですが、150-160キロまだ残ってます。1日じゃちょっと難しいかもしれないなといったところなんですけど、もしかしたら、もう1日挟んでね、どっかで野宿して明後日、ドドマに到着することになるかもしれませんね。できれば1日で到着したいところなんですけどね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。それでは